地域密着ラジオ風 YouTube 番町アラレディオ町の宣伝部イエーイ。さあ新しい企画を考えました。この企画は葉山レポーターがカメラ片手にお店を徹底取材、取材風景から撮影し、最後に葉山レポーターが撮影した動画で TikTok 風のお店 CM を作ってしまおうという企画です。今回訪れたのはこちらです。お好み焼き文字平さんです。それでは早速撮影をしながら入ってみようと思います。まずは看板ですね。お好み焼き文字平、じゃーん。そしてこちらがお店ですね。まずは店主の中野さんにご挨拶。あとご紹介の美味しいお店ですよっていうのを作りたいと思います、はい、ありがとうございます。オープンから25年以上も続く番町の名店です。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。早速一品目はランチの目玉、伊達鶏の親子丼セット。生き物に見えてきた。美味しそうですね。これはどうでしょう。輝くトロトロ卵に産地から毎日直送される新鮮な伊達鶏。これでどうだろう。派手にならない方が美味しそうに見えるから。この辺かな。やっぱ生き物が。葉山レポーター上手に撮影できるかな。いよいよ食べます。いただきます。うーん、おいしい。ほとんど飲み物最高の。おいしい。いつ食べてもおいしいけど、おいしい、やっぱり止まらない。続いては看板メニューのお好み焼きを目の前で作っていただきます。わあ、美味しそう。ちなみに、あの、はいはい、粉はあそこの麹町の日本製粉さんの、そうなんですか、粉を使ってます。へえ。豚の、これ鹿児島の豚を使ってます。これはあの普段4丁目のうちの商店さんから毎日うち用に切っていただいて、時間をかけふっくら焼き上がったお好み焼き、最後はソースを塗るというのもちょっと置く感じなんですが、その町とそのお好み焼きって結構歴史が古いんですよね。あのまあ今一番最初はあの坂井の千利休さんが小麦粉を水で巻いたものを、まあ、あんことか味噌とか巻いて火の焼きというものから始まったんですが、それがどんどん流れてきて江戸時の初期に麹町2丁目の角、まあ、今でいう1丁目の角に。つけそう焼きっていう、もうすごくあの江戸で評判の小麦粉を水で溶いてあんこを巻いた、そういう食べ物っていうかなが流行って、それがあのお好みのルーツって言われてる。よし、いただきます。うーん、おいしい。確かに具だけを先に炒めます。はい。で、ここに。
その傾けたらこう汁もついてちゃうんで、汁が出るとバーッと熱くなっちゃうんで、なるべく汁を出さないように湯だけを。本日の締めは人気の明太もちチーズもんじゃです。取るの上手くなったよ。すごいいい感じ、あの焦げてる、うん、グツグツ。取材を忘れて大満足の葉山さんですが、今日はありがとうございました。美味しかったです。それでは完成した CM がこちらです。番町にあるコスパ最強絶品店を紹介します。今日ご紹介するのは2番町の文字平さん。まずは親子のとろーっと卵がピカピカ、まぶしすぎる。このゴールデンコンビ、いやゴールデン親子の絆が生み出す美味しさは一口食べたら涙もの。そしてこの鶏の竜田揚げ、肉汁とバー、見るだけで美味しいのがわかる。来た、メインのお好み焼き。大将自慢の分厚い23ミリ鉄板で焼かれるお好み焼きは山芋でふっくら、ソースとマヨ、そしてその上で踊る鰹節、一生見ていられる。そして忘れるなかれもんじゃ焼き、熱々とろー、ヘラでジューッとやって食べれば大満足。皆さん、優しい大将のいるお店もじ平、ぜひ行ってみてください。このような CM 作りにご協力いただける番町のお店の皆さん、ぜひご連絡お待ちしております。